6時、6時半か。1週間ぐらい51で停滞してんねんけど、マジなんで。有酸素前のいつものやつ。朝一に炭酸水飲んだらなんかお通じにいいらしいです。昨日きじみだから飲んでみる。今日はゴミの日。じゃん、今朝のコンディション、なんかむくんでんねんな。なんかむくんでる。力入れたらこうなるけど、むくんでる。はい、おはようございます。朝ごはんの時間がやっとやってまいりました。朝のドリンクで乾杯。今日有酸素ちょっと変えてみて。今日たまたま、ほんまにたまたまやねんけど、いつもクロストレーナーでこんな感じやねんけど、こんな感じ言うてあれやねんけど、トレッドミルって言って歩くやつ、ランニングマシーンでちょっと傾斜つけて、ちょっとお尻のこのカット、ハムのカットって言うねんけど、まあ専門用語って言ったらちょっとあれやねんけど、ちょっとなんかプロフェッショナルみたいな言い方になって申し訳ないんですけども、そのハムを意識して有酸素したいなと思って、ほんまに気分で変えてみたらめっちゃ滝汗出たから、普通に天候があれだったのか、トレッドが汗かきやすいのか分からへんねんけど、キンキンに冷えたドリンクが絶対に染みる。最高。ということで、毎朝食べたら朝ごはんとビタミンでエネルギーをチャージしていきます。有酸素の間に水は1リットル飲みました。わー、おいしそう。まあとりあえず一口いただきます。朝体重測った時に 51.0 やったやんか。私の多分3ヶ月経過報告の動画でも 51.0 やったと思うね。まじ2週間半ぐらい 51.0 で停滞してんねん。もうどうしたらいい、ほんまにどうしたらいいっていうか、多分どうしたらいいっていうか、みんなが一番困んねんけど、どうしようでさ、コーチのかんすけさんにもさ、2週間ずっと停滞してんねんけどみたいな、こんな感じでコンディション送ってチェックしてもらってるんですけど、この動画で初めて私を見てくれた方は、はじめまして、ジャピさんです。私は、8月31日の、ナバって呼ばれるボディメイクコンテストに向けて5ヶ月間減量してて、で減量幅は今のところ5、6キロぐらいで、あと3、4キロぐらい落としたいんよ。あと2ヶ月、もうない、1ヶ月ちょっとぐらいで、ね、1ヶ月半かやねんけど、2週間ずっと体重キープされてて 51.0 で、でも1週間前の 51.0 と比較したらちょっと体の質感は変わってきてんねんけど、でもね、もう2ヶ月切るとちょっと焦ってくる。もうだって来月末って思ったらもうやばいって。あ、待って、足つった、いたたたたたた。そうだから減量を加速させたくって、なんかギリギリ2ヶ月で完成するっていうか、1ヶ月前にはもうなんか結構コンディションもいい感じでちょっと仕上がってる。で最後の1ヶ月はもう最終調整みたいな感じで仕上げたいから、ちょっと減量加速したいなと思ってて、で今日ちょっと有酸素変えてみたらめっちゃ汗かいたから、ちょっと有酸素変えてみてもいいかなと思いつつ、食事の量は減らしたくないのよ、減量で。うーん、おいしそうだろ、おいしいよ。減量期でまあ体重
と体脂肪落としていくけど、カロリーはできるだけ一定にしたくて、じゃないと食べるものを減らしたらさ、栄養がまあ入ってこないってことやからさ、どんどん筋肉も持っていかれたりするのよ。脂肪燃焼といえばまあ有酸素やんか。なんかいつもこう有酸素マシンでずっとやるのもなんか憂鬱やなと思ってたから、今日はちょっと違うタイプの有酸素をしていこうと思います。てか何回かやったことあんねんけど、楽しみながらみんなでやれるからすごく達成感と、やり遂げようっていうモチベと、45分間やねんけどめちゃめちゃカロリー消費できる、すんごいすんばらしい楽しい有酸素を見つけちゃったから、その様子を皆さんに今日はお届けしようと思います。爆速でお弁当を作りたいと思います。バカじゃないの。はっはっち。昨日の夜ご飯の残りの鮭。熱っ。もう腹立つわ。というわけで着きました。そして、どうもゆりなちゃんと合流です。二人ともなんか丸るわ、やる気マックス、ツルツルやる気マックス、はい、今日はですね、こちらじゃーん、ビーモンスターって、ゆりなちゃんこれやったことあんねんな。ある、一回受けたくて私もやったことあるんやけど、なんか簡単に言ったら暗闇ボクシングやんな、音楽鳴らしながら、うん、なんかウェイウェイみたいな感じで45分のレッスンなんですけれども、超ストレス発散になりそう。え、ほんまにアクティブ女子、私たち減量マッキーにかかってきてますので、減量加速のために今日は B モンスターのレッスンをやっていきたいと思います。いやました2人ともバージョンブー着てたけど、汗だくになるのでもうがっつり元気っつスタイルでやっていきたいと思います。はい、で今日受けさせていただくのが B モンスターの暗闇ボクシングやねんけど、ほんまにしんどくって、45分で最大1000キロカロリーやって、やばいな。え、定食食べれる、定食食べれるえ、結構がっつり定食食べれるし、私らの減量末期の3食分ぐらいじゃん。じゃあ次のご飯ちょっと食いしていこうかな。多めに食べてもいいぐらい。まあでもその1000キロカロリーはまあ個人差はあるけど、でも後で皆さんに様子を届けるんですけども、音楽に合わせて踊りながらやりながら、てかイントラさんがまさかのラバに出場する予定の、めっちゃかっこいい体、めっちゃかっこいい体してるからなんかモチベになるし、イントラさん頑張ってて私らやらへんのってなるから、まあ私はめっちゃ有酸素苦手やねんけど、有酸素苦手な私でも音楽合わせながら楽しみながらできるということで頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。こちらですいません、お渡しさせていただきますね。ありがとうございます。カバンごとお持ちいただいて、はい、その黄色いものがグローブの下に着用していただくバンテージになるので、あとパフォーマーの指示があったらこのバインダーに巻き方載ってるので、はい、見ながら巻いていただくようにお願いします。はい、はい、ありがとうございます。スタジオが4階になるので、はい、ご案内させていただきます。お願いします。はい、お願いいたします。え、しかもなんか書いてる、水素、水素ですか。水素水です。H2O。 キラキラー、こんにちは、お願いします移動担当してくださるパフォーマンサーです。よろしくお願いします。今日のじゃあ B モンスターの、はい、魅力を存分に伝えてください。もうちょっと巻いてください。魅力は暗闇の中、そして爆音で45分体を動かしようなんですけど、できなくても暗いので周りが見えないっていうメリットがあります。で、結構有酸素ってしんどいじゃないですか。孤独ですね。ね。で、必然的にパフォーマーが引っ張っていくのでなんとかやりきれちゃう、うんうん、で、しんどくても終わったら全部水として出てきてすっきりするっていうのが、まあ、メリットでもあります。で、ボディメイクをするところでもあるので、
最初はちょっとパンチ難しいんですけど、できるようになったら背中からパンチを打てるようになったり、全身運動なので体幹使って素敵なこのお腹のラインもできますし、あとはもう自重トレーニングなので大きい足の筋トレもたくさん入ってるので、バランスよくボディメイクができるのがビモさんのメリットです。特徴でございます。はい、受けたことあるんやけど、私運動神経悪くてマジ猫パンチみたいな感じやけど、いやほんまに恥ずかしいから見とってほしいんだけど、暗いから見ちゃうほんまに達成感すごいですよね。ありがとうございます。なんかもう無理って思っててもなんかレッツゴーそこ出せないように引っ張っていきます。お願いします。はい、お願いします。しかもね、ナバに出るんですよ、もうちょっとで、ナバ関西、はい、バージョンビュー来てくれてるんですよ。さっきまで私らも来てたんですけど、ちょっとちょびちょびになると思って見えちゃったんですけど、減量末期でも有酸素できるということで、はい、お任せください。そう、多分動画見てる方も減量されてる方とか、夏に向けて頑張ろうって方いらっしゃると思うので、楽しくレッスンできるビューモンスター、ちょっと皆さんに様子お見せしたいと思います。レッツゴー。そしたら体を斜めに抜ける、顔だけまっすぐ前にひねります。上からかぶせてほしいです。で、一回バンザイしてもらって落とします。そしたら前と後ろに手があると思うので、シャブで何回か練習します。せーの、シャブ、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 シャブ、クロス、シャブ、シャブ、クロス。もう一回いきます。シャブクロス、シャブクロス、シャブクロス、クロス、シャブクロス、せーの、シャブクロス、シャブクロス、シャブクロス。もう一回、シャブクロス、シャブ、おー、クロス、シャブクロス。 OK です。さあ、今度はフックっていうよ。Look me RelaxFinally, shove it closer! Come on!
お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ナイスワーキング。ありがとうございました。ありがとうございました。吐き汗こんなに動いてんのに息切れしてないっていうのがすごすぎる。すごい、もう途中でも見てこの吐き汗、汗やばい、汗やば、もう汗がもうびっちりです。やばい。減量時も、しかもあれなんですよ、アフターバーンがあるんですよね、これ。はい、24時間から72時間勝手に脂肪を燃焼してますので、水分補給だけ忘れずにお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。 B モンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、終わって汗だくなので、シャワールームがこんなに綺麗についてんのと、しかもリファのめっちゃいいシャワーヘッドがあるので、ちょっとシャワー浴びて準備していきたいと思います。今終わって更衣室で準備してんねんけど、リファのドライヤー、しかもダイソン向こうにあったね、うん、コテもあるから超便利。めっちゃいい、こういうの嬉しい。ほんまにそれあんまないないとこあるよ。お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。滝汗やな、ちゃびちゃな汗すごい、やばかったな、なんか溢れ出た、溢れ出た、ほんまに疲れた、溢れ出た。めっちゃあのうわーっていう時、隣見たらちゃびちゃなんか終わるって思ったらなんか頑張れた。自分ああいうレッスンしてるけど受ける身楽しいなって思った。うん、そうなんかめっちゃさ、うん、空間と音楽と照明もなんかかっこいいからさ、没入感すごいよな。ストレス発散が、うん、あの君のストレスをパンチするあの、うん、感じ、足から伝わっての腕の力にみたいな感じ手だけでいったらしんどいからさ、してしんどくなったらもう足踏ん張って、うん、母子球取ったやん、うん、母子球踏んでこう、やばいやばい、機能を生かす。その全身運動って普段トレーニング私はせえへんからさ。ああ、そっか。肩も背中も足も全部効いてんけど。大事やん、大事やん、それって。いや、肩いい感じ、うん、いい感じ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 、うお、すごい、めっちゃいいやん。え、やばいって、大会前パンプやん。大会もパンプでボクシングパンプボクシングしたいね。確かになんか動かしがすごい、動かしやすくなった、うん、あの音楽良かったよな。え、なんか生っぽかったんやけど。え、わかるわかる。そうそうそう、ちょっと静かに出てて、スンテ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 ン、生のステージ始まるかと思った。ほんまに、え、45分まで撮ったんかな。45分も打ち続けてたで。そう、全然そんな感じなかった。楽しかった、という間。そうそう、駅から近い。そう、なんか他にもなんか銀座と青山となんかいっぱいあんねんけど、全部都心部にあるから駅地下で行きやすい。あれ大阪はここだっけな。大阪はここだっけ。マジ没入感と達成感とストレス発散と、うん、しながら脂肪燃焼最強やな。準備して参ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お弁当タイム。こんな映えてるのはゆいなちゃんのです。私のではありません。頑張って作りました。すごい。私は朝準備したこの測っただけの胸肉と米と、ちょっと野菜食べようと思ってコンビニで買ったのを塩で食べます。いただきます。めちゃくちゃ潰れた卵さ、うん、黄身白くない？うん、なあ、見えなく、うん、どうした？動いたら食べる、栄養を補給する。はい、何わかんない。はい、というわけでお家に帰ってきまして、まあ、いつものナイトルーティーンをしたわけでございます。ナイトルーティーンはね、一回あの体を癒すナイトルーティーンってあげたことあるので、そちらをぜひ見ていただきたいんやけど、今日はね特にビモンスターさんで
いつもジムでは鍛えないようなあの筋肉とか動きであったり、まあ、心拍がめっちゃ上がったっていうのは本当まずめっちゃ汗かいたし、最大1000キロカロリー消費のエクササイズのレッスンやから、まあ、ほんまにあの疲れました。そのやってる時はもう楽しくってあっという間やねんけど、後からね夜になったらすごい眠くなってきて、多分体も疲労溜まっちゃったらあかんので、まあ、いつもより入念に体をマッサージしていきます。あとね、ボクシングってあのこういう感じで猫背になる、で右利きなんで私右パンチばっかりしてたんですけど、しっかり背中と胸の筋肉をほぐすようにこのストレッチポールを使ってあの胸開くストレッチとかもしてあげるようにしています。ビモンスター楽しいね。音楽もいいし、あの没入感といい、なんかこう減量でなんか有酸素飽きてきたとかもうしんどいとかなった時にイントラさんから元気もらいながら音楽楽しみながら、真っ暗でみんな隣でも頑張ってるけどあんま見られてないっていう状況で、もうほんまに気づいたら終わってんで、もうなんかあの一回試してほしい。一回試したら分かるって感じで、今回はビモンスターさんとのタイアップの動画ということで、皆さん嬉しい情報がございまして、今14日間全国にある店舗で通い放題トライアルを1000円で実施してるらしいです。通い放題を14日間限定で1000円ってやばない。でこの期間中はどのレッスンも何回でも行っていいみたいなので、ぜひ気になる方は行ってみてください。その詳細とか予約の仕方とかは概要欄に載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。ジムとかの筋トレは分からへんからうーんっていう方とか、一人で黙々とやるのが苦手っていう方にもすごいおすすめかなと思います。というわけで、明日もやってくるので今日はゆっくり寝たいと思います。多分めっちゃ気持ちよく寝れると思う。でしっかり一日疲れ切って気持ちよく寝たら、次の日また気持ちよくスタートできるから、減量期こそねエネルギーを使ってパワフルに頑張っていきたいと思います。ということで本日も動画ご視聴ありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.